蝶が竹から望む北穂高岳の北方頂上直下に、ある北穂高小屋表銀座の生学から望む、掃除法の北穂高岳と、北穂高小屋北穂高小屋は、飛騨山脈資料線上の北穂高岳にある山小屋で、ある。山小屋は、長野県と岐阜県との県境付近の長野県、松本市側にある。掃除法である北穂高岳の北方直下に、所在しており、 富士山を除くと日本の山小屋としては最も標高が高い。一帯は中部山岳国立公園及び国有林内であるため、キャンプ指定地以外の設営は禁止されている。小屋の外に売店があり、土産や菓子などはそこで販売している。テラスにベンチが設置してあり、休憩で利用することができる。急峻な稜線上にある小屋のため、水が非常に貴重で、 飲料水は点水を利用している。一般利用者向けの入浴施設はない。キャンプ指定地は小屋から10分の距離にあり、トイレは小屋を利用する。南岳から望む大きレッドと北穂高岳から奥穂高岳と続く山並み最も容易なルートは、上高地より唐沢ガールを経由して北穂高岳に至るものである。上高地から北穂高岳までのコースタイムは9時間20分。 北穂高岳からは、北側に、大木レッを渡り、南岳方面へ、南西側に奥穂高岳、唐沢岳方面への両線が続いているが、いずれも上級者向けのルートである。その他、元屋から、北穂池を通り栄拓のこれへ抜けて、大木レッに合流、北穂沢から東寮に入り直東、滝屋出会いから滝屋を詰める、などのバリエーションコースが存在する。ありがとうございます。